どうもこんにちは、本日もエマシチャンネルご覧いただきありがとうございます。今僕の自宅の窓にヤモリがくっついているので、この子を捕まえて、飼育したいと思います。はい、それでは捕まえに行ってきます。はい、それでは捕まえたニホンヤモリの飼育環境を作っていきたいと思います。今回ご用意したケージがジェックスさんから出ていますエキゾテラグラステラリウムナノという、ケージですね。はい、こちら少し、縦長なんですけど、まあ爬虫類の飼育とかでは、カエルとかで、使われる、あとクレステッド月光とか、そういったヤモリで、使われることが多い、ケージだと思います。はい、少し縦長なので木を立てたり、そういった樹状性のヤモリとか、登る性質がある、ヤモリとかを飼育するのに向いているケージですね。はい、こちら上が通気口になっているので、はい、通気性も問題ありません。はい、ここの穴から、空気が入って、上に出ていくような、換気の仕方になっています。はい、でここを開けると、はい、開閉式になってますので、メンテナンスも非常に楽ですね。はい、こちら爬虫類飼育だとすごい一般的なケージなんですけど、ヤモリを飼育するにあたっては一つ注意点があって、ここにコードを通すような穴があるんですけど、ここにヤモリが入ってしまう場合があるんですね。ここに一度入ったら、入ったはいいんですけど出られなかったりするケースがあったりするので、ここは塞いであげた方がいいと思います。はい、上とあと下にもありますね。ここですね。ここの穴があるんですけど、ここ土を引けば隠れちゃうんで塞がなくていいんですけど、土を引かない場合は、ここからヤモリが入って、抜け出せなくなるっていうことがたまにあったりするので、ここは塞いであげた方が、いいかなと思います。はい、特に重要なのはここですね。はい、あと蓋にもこういったコードの、穴か、こういった通す穴があるんですけど、ここも必ず塞いで、逃げないようにしてください。はい、ヤモリは基本的には脱走名人なので、はい、必ずこう密閉された隙間がないものを選んであげるといいと思います。はい、プラケースとかでも飼育は可能なんですけど、結構隙間があったりしたり、蓋の閉め忘れとかがありやすいプラケースとかだと意外と脱走してしまったりするので、こういったしっかりとしたものをご用意した方がいいかなと思います。といってもこれ7000円ぐらいするので、ご予算に合わせて入れ物は選んであげる方がいいと思うんですけど、できるだけ頑丈なのですね、選んであげた方が、長期飼育できるので、ケージは、少しだけお金をかけてあげた方がいいかなと個人的には思ってます。はい、床材は引いても引かなくてもいいんですけど、僕はちょっと自然感が出るので引きます。引かない方が糞とかの掃除はしやすいんですけど、まあこういったものを敷いてあげた方が保湿性にも優れて、より自然に近い環境で育ててあげることができると思うので、僕は引いた方がいいと思います。はい、床材はこれぐらいで大丈夫です。続いてはこちらの穴ですね。こちらを塞いでいきたいと思います。ご用意するのがホームセンターなどで売っている園芸のこのネットですね。これをカットしてここに入れます。そしてこちらの隙間にこれを入れると、はい、これでここの穴からは下に行かないので安全ですね。はい、続いてはヤモリのシェルターですね。そちらを作っていきます。ヤモリは昼の間は、寝てたり陰で休んでたりするので、何もこう殺風景なところだとどこも休むところがなくてストレスになってしまうので、こういった、隠れ家ですね、こういうのをご用意してあげてください。はい、はい、こういう感じで置いていきましょう。この大概裏とかに入って昼間は寝ると思います。はい、続いては、こう木ですね。ヤモリってどこかに張り付いたり、登ったりするのが好きなので、こういったものもご用意してあげた方がいいと思います。はい、せっかく縦長のケージなので、まあ、広く、レイアウトしてあげた方がいいかなと思います。こうできるだけ壁に沿って置いてあげた方がこういう隙間で、休むと思います。
はい、ざっくりこんなもんで、あとは、飾りの、こういった水槽の余った流木とかあるんで、これをぶっ刺していきます。でちょっと殺風景なんでぶっ刺します。このケージのいいところはここが発泡スチロールになってるんで、こう刺したりできるんですね。はいはい、こんな感じでぶっ刺しました。横から見るとなんかちょっと自然っぽいかな。はい、続いてはこちら、どっかの100円ショップで買ったこういった飾りの葉っぱも入れていきます。ちょっとカットしたものをこの後ろにまたぶっ刺します。なんかぽくなってきたんじゃないでしょうか。はい、こんな感じで完成しました。はい、ここをこうヤモリが登ったりで、この後ろで隠れられたり、あとこの人工の葉っぱの後ろとかも影になってるん でここで隠れたりもすることができると思います。はい、やっぱ緑が入るとなんかそれっぽくなっていいですね。はい、水飲み場なんですけど、まああればこういったものをご用意するか、それが難しいようだったらこちらの壁とかにね、毎日霧吹きをかけてあげると、ベロでペロペロ舐めるんで、こういう感じですね。はい、毎日かけてあげれば大丈夫です。はい、このやり方が常に新鮮な水を供給できるので一番いいかなと思います。どうしてもこういったものを置きっぱにしてしまうと、ここに糞が入ったりしてあまり清潔に保ったりはできないので、こういった壁に吹きかけるのがいいのかなと思います。はい、それでは蓋をしてヤモリを入れたいと思います。はい、大丈夫ですね。はい、こちらが捕まえたヤモリです。休んでますね。ヤモリの餌なんですけど、基本的には人工餌には餌付かないです。はい、ごく稀に爬虫類の人工餌フードみたいなものを食べる個体もいるみたいなんですけど、基本的には生きた餌ですね。コオロギやミルワーム、そしてデュビュア、ゴキブリの S サイズとか M サイズですね。この頭の大きさの3分の1ぐらいの大きさのものを与えるのがいいのかなと思います。はい、そしてご用意した餌には必ずカルシウムとかビタミンなどの栄養剤を添加してあげてください。はい、特にヤモリってクル病っていう病気にかかりやすいので、カルシウムは必須になります。はい、自然界だと、いろんな昆虫食べてカルシウムは不足することはないんですけど、飼育環境だとカルシウムがどうしても不足してしまいがちなので、そういった添加剤は非常に重要となってきます。はい、あとは飼育を始めて 2,3 日経っても全く餌を食べる気配がない個体は早急に逃がしてあげるのが一番いいかなと思います。はい、手遅れになるともう弱っちゃって自然に戻してあげても自分で餌を捕まえることができないぐらいになってしまうとすぐに死んでしまうので、特に幼体ですね、これくらいのサイズのものは 2,3 日で餌を食べなかったら早急にいた場所に戻してあげた方がいいかなと思います。はい、温度に関しては日本の爬虫類なのである程度の室温に与えられるんですけど、どうしても寒くなってしまうと耐性下がってしまいますので、パネルヒーターとかを設置した方がいいです。今回僕は室温で管理しているので特に設置はしてないんですけども、そこまで壁になる必要はないんですけど、寒いのは基本的に爬虫類 NG なので、そこそこ暖かくしてあげてください。はい、というわけで本日は捕まえたヤモリの飼育環境セッティングと飼育のやり方みたいなものをご説明させていただきました。はい、この子、今日は餌食べないと思うので、後日、この子の捕食シーンとかも、動画にしていきたいと思いますので、今回の動画、面白かったよ、または参考になったよって方は、ぜひ高評価とチャンネル登録を、まだお済みではない方、よろしくお願いします。はい、それではまた次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。